こんにちは、半谷龍馬さん、深夜の放送ね、いただきました。真っ暗だったんでね、何事か分かんなかったんですけども、 YouTube のいいところって、実はね、何も見えなくてもやり取りできるってことですよね。私こうやって、顔を出してね、お話してますけども、例えばね、この画面がなくってこうやって話してても言いたいことって伝わるじゃないですか。だから画面って別になくてもいいのかもしれないですよね。でもね、逆にですね、画面がないとダメっていうのはどういうことかっていうと、例えばね、可愛い女の子が水着で写ってたりとかね、可愛らしいこうアイドルさんみたいなパフォーマンスをしていたらね、やっぱり画面ないと意味がないじゃないですか。でも幸か不幸か、別に私の顔見たい人ってあんまりいないんですよね。多分私の話してる内容とかには若干の興味がある方はね、いてくださるんでしょうけども、私の外見風貌にはあんまり興味がないのかなと思います。その中でもブランディングといいますか、私はね、こうやってどう見せるかっていうところも一応ね、私の放送の中に意味として込めてますんで、隠居ブランディング、隠居 TV という形でやってますけどもね、もう何年も何年も、やっぱり和服で和室かなというところでございます。こうやってね、こう海のこうタペストリーとかつけちゃってね、雰囲気出てるでしょ。で、私がタワーマンションでスーツを着てね、ホワイトボードでやるところっていうのは、数年前の話なんですよ。ビジネスガンガン世代のねそういうところもありますけども、今はこうやってね、本来の私の姿でやらせてもらってます。はい。で、今日のテーマはね、ズームです。半谷龍馬さん、ズームのライブ、実はね、ズームって有料なんですよ。私の参加してるプラン、ズームね、年間2万円ぐらいの利用料を払ってるんですよね。で、ズームが今すごくね、使えるなっていうふうに気づいてらっしゃる方多いと思いますけども、仮にもね、年間2万円の費用を払う人って、じゃあ10人が10人払うかなと思ったら、私は払わないと思うんですよ。だからなんですよ。だから私は速稼塾の主催者としてね、ズームってものを私が開催して、そこに、ミスター M さんとね、山根さんをお招きして、私は司会者でこうやってホンって見てるだけで、ズームの空間を提供するみたいなね、こういうふうな抜け穴といいますかね、誰でも思いつきそうな抜け穴を考えました。ですんで、ズームのアカウントのオーナーが常に出ていなくちゃいけないってもんではなくて、私はね、そのズームの部屋をいくらでも貸すことができるなと思うんですよ。で、ここからね、ちょっと考えていただきたいのは、じゃあズームのアカウントを作ります。ズームの会議室の設定をします。それはアカウントのオーナーがやります。参加者は参加費500円で対談ルームを1時間貸しますよみたいな、こんなビジネスもできるんじゃないかなと思うんですよ。私はそういうビジネスするつもりはありませんけども、速稼塾に参加してくださった方に関しましては、私の方からね、ズームでどんどんやりましょうみたいな呼びかけていきますけども、これからね、2021年の新しいビジネスを考える上で、ズームのこの1時間割で、私の場合だったら速稼塾塾生さん以外でズームがやりたいっていう要望がありましたら、その方に1時間500円とか1000円で貸しましょうみたいなのはビジネスとして成り立つんじゃないですか。で、そこに司会として私がいた方がいい方は、司会としてのレンタル料とかね、アナウンサー料とかティーアップ料とかね、例えばズームがあと8時からあるとしたら、7時半からは私主催者がね、今日のズームの登場する方のティーアップをずっとするみたいなね、実績はこうですよ、学歴はこうですよ、どこどこ の会社に勤めていて、こんな売り上げを立てた A さんと、こっちじゃなんとかかんとかっていう B さんとみたいなね、まだまだありますよ。ズームで出会い系サイトできるんですよ。ズームでね、合コンですよ。女性3人、男性3人、参加費、男性は5500円、女性は1500円で募集しておいて、3人3人のマッチングをさせて、ズームの中で、その合計6人でね、やり取りしていただく。そして主催者として私は、それぞれの紹介をパーッとしてね、じゃあこれから、1時間お話ししてくださいみたいな感じで、話が進まないようにしたら私が出て行ってね、A さんはこういう方です、 B さんはこういう方です、 C さんはこういう方です、 D さんはこういう方なんですよっていう風な形で、私の方がね、どん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 おつなぎしていくみたいなね、こんなビジネスもあるんじゃないですか。始まるんじゃないですかね。私はそういうのはやらないですけども、興味が出たらまたやるかもしれませんけども、私はね、そういう風な感じで、何か一つのものを使ったら、そこからね、無数にビジネスが展開できるなっていつも思っちゃうんですよ。だから、今ね、お店に勤めてらっしゃる方とか、会社勤めで行き詰まってる方、ちょっと視点を変えて、インターネットの世界でまだね、始まってないビジネスが山ほどあるんですよ。それこそリアルでやってたものをそのまま全部インターネットの方に持ってくれば、そこでね、成り立っちゃうぐらいなんですよ。だからね、もっともっと積極的に就職先を探すんじゃなくって、インターネットの中で自分の会社を始めていくみたいな発想を持てればなと思ってますね。こういうふうな考え方を広めていくのが多分私の役目なんでしょうね。自分ではそんなにあれもこれもやらないけども、こんな方法あるよ、あんな方法あるよ、そんな方法あるよみたいな感じでどんどん進めていくみたいな、
その一つが Zoom の、まあ、いわゆるねレンタルルームみたいな感じかなと思います。 Zoom レンタルルーム、うん、まあ、これ、まあ、私が思うぐらいなんで誰でも思いついてるんですよね、こんなことね。誰でも思いついてます。やらないだけなんですよね、きっとね。はい、ではアイデア勝負なのか行動力勝負なのか、どんな時代が来ると思いますか。花より重さん、ではいってらっしゃい。